ゾンビ反応しないかもしんない。それはないな。すまん、かっちゃん下がれ。敵だ。かっちゃんそこで見ていろ。まず一掃する必要があるな。ここよし、かっちゃんと行こう。あらかた大方片付いたので、このぐらいのゾンビならかっちゃん守っていけるっしょ。行こうかっちゃん。こう、くそ、あと 65m だっつのに。なんかめちゃめちゃ壁あるじゃねえかよ。いけねえじゃんこんなの。無理だ、あっちを回っていくなんて。かっちゃんもう諦めよう。ダメだ、近づくぞ。やばい、かっちゃん囲まれている。どうする、どうする。お、かっちゃんまさかゾンビフレンドリーなスキル発動してる。これまさかゾンビに襲われないんじゃないかこれ。これマスターゾンビフレンドリーじゃない、もしかしたら。かっちゃんの特殊能力じゃないかこれ。かっちゃんもしかして、そっか、ゾンビと人間をつなぐ。何今の。これじゃ振り切れない。ん、ゾンビと人間をつなぐ架け橋。なんか喋るようになったぞ。なんだ、先に行けってことか。かっちゃんを見つ、どうにかしてくれ。かっちゃん置いていけないよ。任せろ、ダメだ、かっちゃん行くんだ一緒に。かっちゃんのゾンビフレンドリーのスキルを信じて、もう大量のゾンビの中を歩いていくわ。かかれ！かっちゃん身を隠せ。かっちゃん後ろを頼む。援護を頼む。一人じゃ無理。あ、そういうのできんの。あ、殺しちゃった俺が。かっちゃん最後は悪魔が映ってたな。あれ、なんか不思議なチェックポイントの入り方してるな。あれ、まさかかっちゃんハーモンだ。全然反応しないんだけど。まさかどこかにかっちゃんがいるのか。どうでもいい。かっちゃんの意思を引き継ぐんだお前が。あ、ダメだ、かっちゃんの意思を引き継ぐ気はないようだ。どうすんだよ。炭場が怒ってんじゃねえかよ。どこかにかっちゃんがいるんじゃないか。これかっちゃん、かっちゃん生きてるじゃん。かっちゃん物語の続きがあるじゃねえかよ。なぜか知んねえけど。
さすがは火星宝剣仮面だ。大丈夫だ、ゾンビは遅い。カッチャンと俺と2人なら。カッチャンと俺の、あ、なんか出てきた、なんか肌出てきた。誰か後ろ。いやーん、カッチャンと俺の二人三脚は1人で走るより速い。カッチャン無理だ俺は。後ろを頼む。カッチャン肌が出てきちゃってるよ。援護を頼む。カッチャンマジでさ、あるよね、あの無敵説あるよね。あれどこ、カッチャン、あっちか。これじゃ抜け出せない。助けに来たぞ。え、カッチャン、カッチャン死んじまった。ついにゾンビと人間をつなぐ架け橋。カッチャンマジでさ、あるよね、あの無敵説あるよね。カッチャン、ひどいじゃないか。お前なんか食われて死ねえじゃん。